えー、お口悪いが相しかない、えー、公明の今日もみじん切りのコーナーがやってまいりました。えー、今回の質問なんですが、不眠の方へのアドバイスをお願いしますという、えー、メッセージが来ております。さあ、皆様、不眠、寝れないっていうことですよね。はい。不眠の時の、えー、不眠の原因って皆様においてはないですか何ですか私にとっては、不眠になることって、不眠っていうか、私いつも大体、 えー、布団に入って、えー、秒殺で寝るんですね。なんでかちょっと結構眠たくなるまで起きてるっていうのが実はあるんですけど、はい。眠たくなったら寝るみたいな感じなんですね。大体それが夜、えー、決まった時間なんですけど、眠たくなるのが。はい。で、えー、何が言いたいかっていうと、えー、じゃあ私が不眠になるのって、年に一回寝れない夜が、 あるかなっていうぐらいです。興奮して寝れません。そうですね。確かにそれもありますね。えー、例えば、その興奮っていうのが何なのかってことが一つなんですよね。例えば、興奮、もう明日、明日遠足だ、みたいな、もうアドレナリンバンバン出ちゃって、興奮状態にある。なら、その興奮を収めればいい。って話ですよね。そうですよね。 不安から来る。寝れない。もう、待ち遠しすぎて寝れない。いろいろあると思うんですけど、それをどうやって収めていくかっていうのが、えー、このアドバイスになってきます。不安で寝れないのであれば、その不安をちょっと分析してあげるといいと思います。そうすると、不安で寝れないときって、大体自分が何をすべきなのかが見えてこないから、なので、暗中模索みたいな、闇鍋食いますみたいな。 えー、この中になんかこう、えー、毒蜘蛛とかサソリとか針とか入ったら嫌だなみたいな。石とか入ったら歯折れるじゃんみたいな。それは見えないから怖いわけで、えー、見えれば怖くない人だって良ければいいんだから。なので、不安からであれば、その不安が何なんだろうっていうのを呼吸しながら、メディテーションしながら、えー、やっていくっていうのが一つかなと思います。で、緊張が高くて寝れない。 っていうのであれば、えー、少し、えー、がっつり体をちょっと高めの強度で動かしてあげる。そうやって、えー、エネルギーを消費する、ないしは、えー、体をちょっと疲れさせる。そうすることで、えー、全身性筋弛緩法っていう筋肉が緊張すると次の瞬間には緩みたがるよねっていう、ある程度高い強度の運動をするとそういうことが起きるので、そう,そうやって自分のリラックス感、筋肉のリラックス感から、えー、心のリラックス感を導いてあげるっていうのも一つあるんじゃないかなと思います。 っていうふうに、何が不安を引き起こしているのかっていうことを少し考えていただければな、そうすると、それに対するアドバイスができるかなと思います。えー、なので、不安なので、大体、精神的ストレスから来ます。 それが何なのかっていうことをちょっと探ってあげる心理学とか脳科学とか、えー、どういうホルモンが出ちゃってるのかなとか、えー、どういう心理でいるのかなとか、えー、認知行動療法とかね、そういうところがえ少しヒントになるんじゃないかなと思います。まず大切なのは、不眠の原因を探す。ちなみに、孔明はクソ冷え症なんですね。えー、本当にオランダ冬寒いんですけど、えー、本当に寒いときは、あのムートンのブーツを履いたまま寝ます。 そう,そうじゃないともう足が寒くて寝れないので、はい、そうやって解決をしていくっていうのはね、えー、あるかなと思います。はい、さあ、皆さんは、えー、このね、えー、不眠がなんで起きてるんだろうっていうことをね、えー、ぜひ、えー、少し考えて、じゃあそれがなんで起きてるのかっていう生理的なもの、人間の、えー、動物的なものを考えて、えー、やっていく、えー、それに対する対処法は、えー、ヨガなり運動なりいくらでもありますので、それを参考にしていきましょう。